シュガ・シュガルーンは、講談社の少女漫画雑誌、仲良しに、2003年9月号から2007年5月号まで連載された、案のも横による、魔女ファンタジー漫画作品。第29回講談社漫画賞児童、部門受賞作品。往年の魔法少女ものを現代風に仕立てた、正統派ファンタジー。女王の座をかけて、主人公とライバルが人間界に降り立ち対決するという、 ストーリーだが、二人の間柄は極めて友好的である。また本来の魔法少女ものでは、他の要素と混ぜられることの多い、恋愛、恋の駆け引きの要素が、作品の重要なテーマを占めること、アンノの作品らしく女性の心をくすぐるような、可愛らしい小物や装飾がただ出てくるのも特徴。仲良し掲載時と単行本では、セリフが一部変更されている箇所もある。 2005年7月2日から2006年6月24日までテレビ東京系でテレビアニメ化された。放送時間は土曜日7時7時30分。また ATX やキッズステーションにおいて CS 放送もされた。アニメーション制作はスタジオピエロだがピエロ魔法少女シリーズとの共通点はあまりない。魔界に住む二人の少女、ショコラとバニラ。 親友でもあり、魔界の直気上候補のライバルの関係にある二人は、人間のハートをより多く集めるという、クイーンになる、試験のため人間界へやってくる。しかし人間界に行ってみると、魔界ではバニラよりモテたショコラが、バニラに逆転された上に、謎の少年ピエールに一目惚れ。奪われたら、死を意味する唯一無二の魔女のハート。ショコラはそれを守ることができるのか。そして、 クイーン試験の結末は声はテレビアニメ版の声優。魔界通販ブックの商品リスト。ありがとうございます。